この動画には、以上の要素とモッドが含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。よう、毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。毎度、アインです。解説役の達也です。前回オールドジュークの袋を開けていたところから続きです。なんかそれだと腹でもかっさばいてるような感じだな。お、アクセでミニオールドジュークが出てきましたよ。おお、なるほど。ペットじゃなくてちゃんと召喚系と同じか。3000くらいダメージ出すんですねー。そんなわけで、今回はオールドジューク武器確認からスタートです。見てる感じ、対象が2体並んでても当たってるのは片方だけか。ロックオンしてる対象にのみってことですかね。当たり判定出っ放しだったら採用だったけどな。ビトリオリックバイパー。直線上に針みたいなのが出てるな。貫通力もあって、クリティカルも目立ちますね。これ何体まで貫通するんでしょうか。上に5体並んでるからそこで見るか。あ、4体目で消えてますね。まあ、それだけいけば十分ちゃ十分か。インシディロスインパラー。こいつは槍と投げ槍が合わさった感じか。武器としては近接系ですね。もう最近の近接は何かが飛ばない方が少ない感じだもんな。セクテックスキーは貫通力のある弾と毒みたいのを巻いてるな。結構広がってますねー。ダメージも誘導とかないからそれなりに出てるな。外で見るとわかりやすいですかね。フェデイメシス。お、サメ重慶のさらに強化。無心で垂れ流せる安心感ですよね。時折ゲップみたいな音となんか出てるな。水色のミサイルみたいなのがありますね。カダバルスキャリオン。おお、セントリーですかね。気持ち悪いオールドデュークの頭を召喚するだとよ。真上に敵がいると攻撃って感じですか。火力はありそうだが、感知範囲次第か。上に足場が近いと、そのまま登っていくみたいですね。で、一定の場所で落ち着くわけか。こう見るとなかなかの迫力。冷静に考えて、倒したボスの首並べて写真はなかなか強いな。トキシキャンとツイスター。まさしくブーメラン、適動。戻り際から誘導がかかるんだな。これだけ離れても大丈夫なんですねー。ブロックも関係なく動くし使いやすそうだよな。ローグセットだと？飛んでる最中にも何か出してたな。アクセはこの2種類ですね。ダメージ受けるとってタイプか、ボス次第かねー。もう一つのアクセは最初に出してたミニオールドデュークです。あ、
そういえばこの村様なんですけど、上空の施設に持ち込むとかどうですかね。ああ、とりあえずいろいろ試すのはいいことだと思うぜ。さすがにセリフが変わったりはないですか。あ、ロックキャンディ、こんな場所にも。む？アイン、ちょいと真上に何か光ってるけど見てくれないか。う？あ、確かに黒い金属みたいなのが。あれ？なんだ、前はこんなもの。あ、これか。おお、足りなかった素材じゃないですか。はい、そんなわけでここで気づきました。宇宙からのというメッセージだけでは分かってなかったですね。いやー、これでいろいろと進むんじゃないですかね。それはいいけど、これって上空の惑星タイプの場所にできたのか。あ、どうなんでしょうか。とりあえずちょうど3個あったからリサーチはできるけどもな。お、魔法用の鎧もありますね。とりあえずこれも作ってそのまま試すとするか。近くの惑星にも来ましたけど、ここにもできてるから、これは惑星系の島にスポーンしたって解釈でいいのかな。そうかもですね。そんなわけでさっくりと作ってきたぜ。プリズマチックアーマー、基本性能は完全に魔法特化、ユニークなのは特殊効果。おお、500以下の敵か。最近は少ない感じもするな。レーザーは楽しそうですね。おお。クリティカルもやたら出るな。これはいろいろと楽しいですね。ストラタススフィア。おお、なかなかえげつないのが飛ぶな。威力とかもすごいですね。6発で撃てないかと思えば。なるほど、一定距離でしばらく停滞するのか。ということは、強くないですか。強いけど、思ったより遠目で止まるからな。確かに。誘導とかも特になしと。グレモアノクタス。お、地形貫通のないタイプ。これは武器にワイバーンを落とす杖を使ってるので、シンプルにあれを強化したタイプか。ワイバーンに恨みでもあったんでしょうか。他に比べて確かに無ごたらしい武器だな。グレッセントムーン。おお。ソーラーイラクションに誘導弾を追加した感じか。当たったところから飛んでいくので、ヒットさえさせればって武器ですね。ガリレオ・グラディウス。今回はこの誘導するエフェクトよく見るな。このシリーズには大体ついているんでしょうかね。おお、ヒット時の隕石がかなりでかいな。今回はこれのダメージ調べなかったですけど結構強いですね。さすがにかなり接近する必要があるもんな。ヘイリーズ・インフェルノ。
クリティカル率のかなり高いスナイパーですね。ここらの単発系はだいたい3系くらいは出るんだなぁ。あ、弾の数がおかしいと思えばジェル消費でしたか。ナイスゲイズ。エフェクトの広がり方がすごい。アインの語彙力がどんどん失われる。あ、これやり枠だけてるんですね。それが星屑になってるというやつか。シリオス。おお、シンプルな召喚だな。召喚できるのは一つだけですね。やはりミニオンスロットに応じて強化か。今は7とかそんなもんですね。で、アクセだけど説明が長え。とりあえず装備すると出てくる召喚系ですね。こいつはどうにも回復をしてくれるみたいだが。ご回復しましたね。ちなみに鎧の接触ダメ無効はこんな感じだ。最近の狩り場はだいたい500超えてますけどね。で、このアクセはミニオン数に応じて別のガーディアンも出るみたいだが。スロットが2増えたので新しいのが出ましたね。というか、今つけたアクセも大概すごいな。近接 10%、発射速度 25%、ローグダメ 15%、ミニオンスロに増加、消費マナ 15% 減少。なんか前職に対応してますってタイプだな。この追加で出てるのはディフェンシブガーディアンってやつみたいですね。あとはタラゴンアーマーの召喚か、それ以上の召喚防具なら追加が出るみたいだな。タラゴンにしてみたら、確かに新しいのが出ました。これで出てきたのがオフェンシブガーディアンか。回復のガーディアンだけだと、微妙な効果でしたけど召喚防具とかと合わせると、追加で他の効果がもらえるのでいいですね。サモナー系だと使いたいタイプだな。ただ、ダメージを受けると5秒間効果がなくなるそうですね。なるほど、そういうのもあるのか。さて、それじゃあ最後のアイテムだが。ノーマリティリロケーター。今回は他のモッドの都合でキーを設定してませんけど、キー入力でその場にテレポできるみたいですね。ロッドオブディスコードのツールタイプか。インベントリにあるだけで速度とか上がるみたいなので入れておきますね。お、確かにインベントリのスロットにあるだけで移動速度が上昇してるのが確認できるな。これはなかなか助かりますねー。最近のボスはとにかく移動というか機動力欲しいからなー。ボスといえば、ボス前にちょいと行きたいところがあるんですよね。お、どこだ？ちょっと深淵に一潜りですね。それなりに深淵耐性装備も増えてましたからね。なるほど、確かに最近行ってないしな。間違えてテレポしないようにしないと。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。それではまた。動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。